スペンサー・ウェルズスペンサー・ウェルズはアメリカ合衆国の人類学者遺伝学者ナショナルジオグラフィック協会のジェノグラフィックプロジェクトのプロジェクトディレクターであるスペンサー・ウェルズ彼が2002年に表したザ・ジャーニー・オブ・マン・エージェナティック・オデッセイでは原生人類が最初にでアフリカを果たした時から約5万年にも及ぶ人類の移動経路を明らかに するために遺伝子のデータを用いて説明を行ったドキュメンタリー。その内容は最初にでアフリカを果たしたホモサピエンスの集団はアラビア半島の南東部からインド南部を通る南方経由のルートをたどって東南アジアからオーストラリアまで進出した。そして世界の非アフリカ系の人々の約9割にあたるもう一つの集団は北方経由のルートをたどり、 ユーラシア大陸、北アフリカ、南北アメリカ大陸に進出したという説を唱えた。これは、現在アフリカ単位付き言説を語る上では最も基本となる定説となっている。彼はまた、世界中のあらゆる地域に住む人々から DNA を採取、分析することによって、現在、全世界を網羅するすべての人類は、6万から9万年、 前に東アフリカに住んでいた一人の男性の子孫に当たるとの結論に達した。これは現在 Y 染色体アダムと呼ばれている概念に当たる。2005年以降、彼はナショナルジオグラフィック協会と IBM が共同で進めるジオグラフィックプロジェクトのプロジェクトディレクターとして活動を行っている。2007年人間社会と 人類遺伝学とのつながりを研究した人物に贈られるキスラー賞を受賞。2009年8月5日、来日し日本科学未来館7回にて、私たちはどこから来たのか、という講演会を開催し、日本で初めて研究成果を公開した。ありがとうございます。